おはようございます。今10月末なんですが、今日に関しては結構野鳥が出てきてるんじゃないかということで早起きして撮影に行きました。なんとかね、日の出の前に間に合うことができて、ちょうどいい時間にね撮影することができそうです。やっぱね、野鳥撮影、日の出前に起きることがすごい大事かなと思うんで、今日は撮れたらと思います。で、ちょっとまあ自然公園みたいなところに来ているんですが、だいたいこういうとこって結構駐車場付近とかね、山奥に入る前のこの開けたところっていうのが割といい感じで常備滝とかルリビタキとか出てきてくれたりするんで、まあ、まだルリビタキはちょっと早いとは思うんですけど、常備滝とかね、確かもう先週には確認できたんで、ちょっと狙ってみようと思います。ではやっていきましょう。朝日が綺麗ですね。まあ、紅葉もまたもうちょっとですけど、結構なんか色づいてきて、なんかもうこれだけでも結構朝起きた甲斐あったなみたいな感じはありますよね。ここでなお野鳥と紅葉が絡められると最高なんですけど、こういう開けた歩道沿いに結構常備滝がこの杭のところに沿って飛んだりするんですけど、どうかな。先週はメスを見つけることはできたんですが、オスは見つけることまだできてなくて、今年どうでしょうか。見てください、これすでにね、朝日が当たってるところがめちゃくちゃ綺麗に紅葉してる感じで、すごい景色いいっすね。めっちゃ綺麗です。でなんかあの辺も水鳥とかも来てるんで、なかなか楽しみですね。あ、なんかいる。ジュリジュリ聞こえるから。エナガですね、あれ。逆光だな。うわ、エナガの大群だ。完全逆光。よし。うわ、エナガ。下くぐって取れるか。エナガの下をくぐっていけるか。エナガいる。めっちゃいっぱいいる。うわ、めっちゃエナガいる。めっちゃいっぱいいる。なんかメジロも来た。メジロも混じってるけど、メジロ、めっちゃ野鳥いっぱいいる。うわ、キツツキの音も聞こえる。来たか、来たか、これ、これ、どうだ。うわ、いいとこいる。うわ、めっちゃいいとこいる。頼む。めっちゃいいとこいるぞ今。うわぁ、取れたか。うわぁ、これ紅葉バックでいけたんじゃないか。ちょっと遠いぞ。紅葉バックいいな。結構き、うわ、綺麗。綺麗、背景。ちょっと枝が悪いけど、めっちゃ綺麗。よし。ああ、すでに来てよかった感がある。やっぱこういうね、エナガの大群とかって一瞬でどっか行きますよね。うわ、水鳥めっちゃいる。ちょっと水鳥撮ってみましょうか。まず動画からお送りします。
この茶色い顔のカモとね、こんな感じでたくさんいますね。うん、大判もいますね。今季初大判、湖にいます。めっちゃ鳴いてる。こっからは森の入り口エリアですね。結構水場があったりするんで、割と野鳥が出てきたりするんですけど、ちょっと日が当たりにくくなる分、暗所性能が試される感じになりますね。ヒヨドリがめちゃくちゃ鳴いてる。ちょっと野鳥の気配はあんまり感じないんですが、この辺りはルリビタキとかもよく出てくるような場所なんで、ちょっとね、待ってみようと思います。でもなんか野鳥の出る出ないに関わらず、こういう自然の中の朝過ごす時間ってなんかすごいいいですよね。結構多分野鳥を撮りたいっていう人も多いとは思うんだけど、こういう朝の森の空気を感じたいっていう人もね、いると思うんじゃないかなと思うぐらい気持ちいい朝ですね。やっぱりなんかここにお弁当とかね、コーヒーとか持ってきて、なんかこうピクニックしたいような気持ちになりますよね。気持ちいいな朝が。はい、今度はちょっとね、来た道戻ろうと思います。さっきはね、行く道が逆行になってたんだけど、今度は順行になるんで、野鳥に気づかれにくくて、そして見つけた後に写真が撮りやすいという環境で撮れるんで、狙ってみようと思います。あとはさっきのね、その紅葉なんかを背景に撮影できたら、結構秋っぽい写真が撮れるんじゃないかなと思うんで、なんとかジョウビタキとかエナガとか、そのあたり狙えたらと思います。なんかジョウビタキの鳴き声みたいな音が聞こえますね。この火打ち石を打つみたいな音。うわ、なんかいそうだぞ。聞こえます、この音。ジョウビタキじゃないか。結構車が通るからね、音がね、聞こえにくいんですよね。もうちょっと外に出てきてるような気がする。どうだろう。あ、いた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 。あ、いた。オスだ。やっとオスだ。オスです。いた。いた。出てきた。ジョウビタキのオスです。お。いた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 。あ、いた。キビタキ？ジョウビタキ？あれはなんだ？ジョウビタキ？キビタキ？あ、ジョウビタキか。今季初のジョウビタキオスです。おお、かっこいいね。久々です。鳴き声に反応できてよかった。ジョウビタキのオスです。今季初。いいですね。ちょっと空抜けじゃないところに来てほしい。結構上にいましたね。割とこの足場の方に出てくること多いんですけど、まだこう警戒心が強いのか、枝の先の方にいます。はい、なんとかね、ジョウビタキと出会うことができました。なんか野鳥シーズン始まってきた感じがしますね。すごい嬉しい。早起きの甲斐もあるしね。あれ、なんかさっきね、
なんか落ちてきたなと思ったら、カマキリが蜘蛛の巣に引っかかってる。へえ。わ、すごい状況。捕まってるのか、落ちないように捕まってるのかっていう感じですね。珍しい。ちなみに鳥認識でカマキリを認識してますね。何と認識してんだろう、これ。動物なのかな。おー、マジマジ、やばいな。ちょっとね、すごいシーン目撃したんですけど、今ね、カマキリを必死で撮ってたら、そこのね、水鳥が騒がしいなと思ったんですよね。そしたら、なんか、猛禽類に襲われてて、ハイタカかな。後ろ姿だけブレたやつが撮れたんですが、ハイタカかなんかが襲っててね、うわ、すごい。ちゃんとなんかこう逃げれたみたいなんですけど、あ、こんな感じで、こんなところにもハイタカが水鳥取りに来るんだなと。ちょっとね、びっくりしましたね。ちょっと肝心のシーン抑えれなかったの残念ですけど。なんか、ジョビタキかな。お、またエナガの大群です。エナガの大群が来たけど、光がないな。どうだろう。ああ、光がないな、エナガの大群。残念。光がないな、あっちにいる。あっちにもいる。お、かわいいか。いけるか。しかし、Z9 の鳥認識が、なんか優秀になってますね、だいぶ。うん。あ、いいね。ここいいんじゃないか。ここいいんじゃないか。すごい、フィーバータイムだ。フィーバータイムです。お、近いとこ来た。お、フィーバーだね。めっちゃフィーバーしてる。お、いっぱいいる。お、来た。ここ来たんじゃないか。お、いけたか。お、ちょっと木のてっぺんにね、常備的オスがいますね。OK。 だいたいこのね、入り口あたりにこの常備的のオスが1匹いるっていうのが毎年いるんで、同じ個体なのか別個体が同じとこに縄張りを持つのか、どうなんでしょうね。だいぶカチカチ打ってますけど。はい、では撮影終わりました。いや、なかなか良かったですね。やっぱ気候的にも気持ちいいし、そして野鳥もね、どんどん出てきて、まあ、今回ジョウビタキ、エナガ、あとシジュウカラ、ヤマガラみたいな、こんなまあメジャーな鳥ばっかりだったんですが、まあでもね、やっぱりこの夏の期間よりもなんかこう楽しく探調できるなっていう感じですよね。まあどんどんこれからまた冬よりが入ってくるんじゃないかなと思うと楽しみですね。まあ、ただ今の時期っていうのは本当にスズメバチのすごい危険なシーズンなんで、山は特にね、気をつけてもらった方がいいかなと思います。そのあたり気をつけていただきながら、野鳥シーズン今後楽しんでいきましょう。また紅葉と野鳥とかね、結構ね、魅力的なシーズンになってくると思うんで、そういった動画もアップしていけたらと思います。では今日はこれで終わります。良き信頼をお送りください。松でした。